イエーイ。どうも。もう私はお風呂入りました。だからあとは寝るだけですね。ふふ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 。メイクしてない。リップは、リップ塗った。服が何？服が何？服が何ですか？メイクしてないです。寝るだけだもん。寝るだけだもん。ここで。明日はメイクするよ。明日はするから。
ちょっと画面拭きました、すみません画面拭いた。鮮明に見えました、すいません、鮮明です、今みんなも画面拭いてみて、鮮明になるよ。伸びた、伸ばそうと。ボブヤン、さようなら。さようなら、元気で。Someday, again. Someday. Someday. Again.明日は公園だ。明日月末だ。忘れてた。危ない危ない。危ない危ない。
確かに。いや、ちょっと。探してみるか。髪どうしよっかな。マイハさんに決めてもらう？そうね。うん、千穂さん、セカンド写真集ね。楽しみですね。無茶ぶり、無茶ぶりにも答えますよ。今年すごいですね。写真集がいっぱい。すごいぞー。何人だ？ 6人。すごいね、早いね。月日が流れるのは確かに。
秋冬ぐらいに発売祭りが、サーヤンサーヤンがサーヤン、どうでしょうか。海外としても近場になりそうだね。確かに。どうなるんだろうね。私は全然何も次は決まってないよ。そうです。決まってたらちょっと。にやけ顔が止まらないかもしれない。今は笑ってるだけ。じゃこれは笑ってるだけ。違う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 、本当に本当にそうだよ。これは、うん、あ、笑ってる。決まってないからアピールしてますから、固定ポストにして。そうだよ。
てもいいよね。やっぱり君だけのもの良いですね。なんかもうそう1年ぐらい経ってなんか改めて良いものなんだなって思いました。うん、だんだん客観的に見れる、うん、レベル、客観的レベルが上がってきた。そうなんや。11月発売。そうだ。シングルと発売日が一緒だったんだ。11月15だっけ。気づいたら11月15に変更、あれってこの日って発売祭りみたいなって感じになった。でもね、宮崎で撮影したけどなんか海外っぽさもあってありましたよ。
海外で撮影しましたって言っても、へえそうなんだってなりそうなぐらい。そうそうそう、南国。だけにちょっと海外で撮影してみたいっていう、あのなんだろう、なんか気持ちもちょっと国、パリ。さすがに、さすがにパリの風景とかは、日本にないかな。あるかな。イタリア。ピザ食べたい。イタリアで。イタリアのピザ食べたい。あ、ピッツァ。ピッツァ食べたい。めっちゃ大きいピザ食べたい。あ、ピッツァ。表紙、表紙は。ピッツァと私。あ、でも。オーロラ、オーロラと一緒に撮りたい。オーロラか星空。星空。オーロラみたい。水着でオーロラ水着なの？いや、ちょっと水着でのイメージなかったな。ちょっと普通になんかちゃんと洋服着てるイメージだった。水着のイメージなかった。おるかな、世界初の世界初のギネスに乗るかもしれん。やっぱみんな水着が好きなんだ。サウナある。あ、本場なの。メイド服。しーしーしー。メイド服。
なんかファースト写真集の時結構意外と洋服が少なかったじゃないですか。だから もうちょっと洋服多い方、多いのもいいよねみたいなでね、そうそうそうなったけど、でもそうなのか、洋服まあまあ洋服はうん確かにね、もともとね、もともと少なかったんかな、もともと少なかったし、選定されたのもさらに少なくなってた。というかなんか自分の私服自分の私服がなんかあったりとかしてでしたね。そうコンビニのタクシーのとかなんかメイク直し中の私とか、だってねそうなんよ、あのね選ばれてない服もあったんだよね。あ、なかったよね、あの花火してる時の写真なかった。濃いピンクのタンクトップの花火なかったっけ、花火したんですよ。2ページくらいあったっけ、タンクトップに下に長めのスカート履いてたんですよ。あった。でもそんなぐらい、あとは赤いワンピースか、最後ら辺はちゃんと着てましたね。エスカレーターのとことか。ポストカードのあのあれか、植物園のがなかったのか。門司港の、そうだね、門司港のあれは結構あったね。確かにエスカレーターはちょっとそうだよね通報されちゃうよねエスカレーター。なんかね、そうあのね、世に出されてないけど送ってもらった写真があったあるんですけど、それはなんか本当に世に出してはいけないですよね。なんかいろんな関係で、いろんな関係でこう出してはいけないらしいんだけど。それはちゃんとね、あのそう
カメラマンさんに撮ってもらった写真だからね。めちゃくちゃ綺麗だから、私がそれを見てるから、それももう時々さ世に出されてるっていうものってちょっと混合してるんです。あ、そっか、されてないか、あれはみたいな。カメラマンさんがこれはいいって思ったのを100枚ぐらい送ってもらったんですよ、マネージャーさんを通して。でも確かにそれ半分ぐらいは本に入ってたと思う、多分。どうだったかな。でもそう、だいぶそれで見ようか。108枚あって1 2 3 4 5 6 7、あ、ポストカードもある。ポストカードも入れたら8 9 10 11 12 13 14 15 16 17、あ、なんかなんだっけ、未公開カットとか世に出された。今何枚目だし、今何枚に19って言った19って言った、なんて言った私、あ、17 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27、これ似てる。28 29 30 31、あ、表紙だ。32 33 34 35 35だ。
世に出たのが35。似てるやつも似てるやつあるけど70ぐらい出せてない色々あった。こう同じシーンでも一つだけそのシーンの1位みたいなのが本に載ってるんだね。これね載せれたらいいけどね。1年経ったらいいかな。そうなんですよ。そんなシステムない？なんか信州のさ、お渡し会の時のさ、特典とかでさ時々その写真集には入りきらなかった写真のちょっとフォトブックっていうかさ、ミニフォトブックみたいなのとかあってめっちゃいいなと思ったけど、でも多分すごいね。ファンクラブ、そうね、ファンクラブ、個人ファンクラブでなんかそういう集めたものを作れるかちょっとマネージャーさんと考えた時はあったけど、多分難しくなったのかな。どうなんや。そう、それは考えた。私がそっか、卒業した後もあれですよね。した後に、あ、すいません、なんかすいませんね、なんかすいません、いや、ちょっとじゃあなしで、すいません、はい、はい、すいません、今編集点を今ちょっと切りましたね、今。ちょっと切りました、すいません。はい。だからそう、いや、そのなんかね、いや、その後だとしてもあれだよね。そうなの。
通に見せる。でもそう、お気に入りの写真とかもね、中にね、あるので、それだけでもね、格言のことめっちゃよく聞かれる。格言ね、格言始めて本当にいろんな方に本当ピックアップされてされるんですよね。まさかの。今日の意味わからんかった。今日なんだっけ、あ、失敗という名の復活失敗という名の復活ね。なんかなんだろう、失敗って失敗っていう名前がついてるから、なんかすごいマイナスな言葉みたいになってるから。でも失敗って失敗しないと成長しないじゃないですか。失敗があるからこそ次に行けるっていうのもあるから、失敗っていう言葉はついてるけど、まあその場からの復活っていうかっていう意味とも捉えれるよねと思って、そう、なんか失敗しましたみたいな、そうオリンピック見て思ったんよ失敗しましたって言われて、失敗っていう言葉なんかなーって思って、まあ、失敗とは言ったけども、過去復活とかあればもっと次に向けるなんかこう気持ちの切り替えが早くなるんじゃないかってなんか思ったんですよ。多分解説するときは失敗って言うしかないけど、失敗したらさ、あ、失敗しちゃったみたいなのがなんかと思ったんですよね結構そうちゃんとした意味はあるけど、そうなんや。なんかいろいろ最近ね、そういろいろ思いつくけど、格言でもそう、時期も時期で、今オリンピックとかの時期でもあるし、あるからちょっとこれちょっとオリンピックとつながったらなんかちょっと悪い風に見えるかもみたいな時は、今日はやめようとか思ったりする。今の時期来た道戻れば
取り戻せるは、あのなんか落とし物して、私がどっかで落として、あれって落としたけど、でも来た道を戻れば取り戻せるよねみたいな。だからそう、来た道戻ればまああるかもしれんし、まあ、なくてもなくてもなんかあれ、ここにあるはずだったのになかった、まあ、何かあったのかなみたいな。まあ腑に落ちるというか、てかまあそういう日常のことを、まあ日常のことでそれは思ったけど、まあ、人生においてもそうだなっていうふうに思ったんですよ。これって人生においてもなんかそうだなって思ったから、その格言にした。なんか来た進んできた道を戻るって結構なんか周りから見たら、え、なんで戻ってるのみたいな風になるけど、落としてきたものを拾うっていうのは、拾うために戻るっていうのはいいと思う。まあ、落とすからね、何でも。日常でも落とすし、人生においても落としていくものってあるやん。そう、周りから見たらさ、なんかさ、え、なんか戻ったよみたいになるけど。振り返るっていうのとはまた違う意味ね。理解できない？まあでも私がこう言ってるだけで、人によっていろいろ解釈があっていいと思う。リネが好きな格言は、爪は根元から伸びると、甘いものの後はしょっぱいものが好きらしい。リネが好きな格言ちゃんと覚えてた。いや爪ね、いやすごいよ私爪って。これ言ったらみんなちょっとドン引きしない？大丈夫かな。なんかちょっとおかしいと思わないかもしれんけど、やんどこうかな、なんかちょっと厳密されるかもしれん。違う違う、爪って、そう、私爪ってさ、伸びた分がさ白いやん。だけん私この白いのが伸びていくと思ってたんですよ。そうで、そしたらネイルしてから気づいたけど、なんかあれと思って、ネイルがどんどん伸びていくと思って。ネイルがどんどん伸びてきたと思って、だんだん根元が、私のなんか何もしてない爪がどんどん伸びてきて、根元の方から、え、あれ、これってもしかして爪は根元から伸びるって思ったんだよね。気づいたよ。
ネイルして気づいた。そう、白いのだけ伸びていくと思ってたんよ。そしたらまさかのこの爪のここからこの指からこう伸びた分が、はみ出した分が白、白っていうかこう透けて、爪が透けてこう見えていっただけなんだね。うん、だけんそう、それを見て、それを見て、あの、あ、そっか、根元から伸びるって、そういえば人生においてもなんかこう根元からちゃんと土台があって、その根元からこう伸びていくよねって、急に先から伸びないよねって、ちゃんと根元があるからこそ伸びてもあの傾いたりしないっていうか、ちゃんと伸びると思ったんですよ。これは格言だと。ちゃんとあるんですよ。ちゃんとある。え、大丈夫でした？ちょっとごめんね、もし幻滅したら。大丈夫だった。むしろ上がった。え？むしろ？そうなの。髪の毛は知ってるよ。根元から伸びるってのは。まさか爪もだったとはな。過去最高にね、爪伸ばしとる、ネイルしとるけん、過去最高に爪伸びとそう。いつも小さい頃は爪がもうちょっとでも伸びたらお父やんが深爪になるぐらい爪を切ってくれてて、そう。深爪になるぐらい、それがもう私にとってはそう、根付いとって結構今新しい世界を押したらね、気づいたよ。薬指がの爪は伸びるのがちょっと遅い。あのさ、小指ってさ一番さ細いやん。
指の中ででも実は小指も力持ちなんだって。小指が一番力入らんなって思ってたけど、そういえば小指だけで荷物持ったことあるなって思ったんですよね。そう、小指こうやって意外と、そうそうそう、そうなんや。って思いました。そういえばって思ったんよ。でも格言にはしない。やばい、くしゃみそう。くしゃみしたよ。でも今日昼ぐらい2回したよ。1日に3回はしてる。噂した誰か。噂した。今日はカラオケしよっかな。ヘモスの予告。お、次かな私。サヤいた。ヘモス次か。脇役、うん、脇役とも。久しぶり。アイコンにした。
お楽しみに。お楽しみに。次か。やっとだ。楽にしてくださいね、皆さん。皆さん楽にして。カラオケするから。もう楽にしてた、よかったです安心した。何歌おうかな。あれ歌うか。僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ俺も、好きだ俺も、声に出してみる。君が俺も、ああ俺が好きだあれ間違えたずっと眺めてるとそうね、息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になれば、もう一度ことない。
しまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。生きることは呼吸すること。急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のまま変わらなくていいんだ。好きだ好きだ。声に出してみる。君が好きだ。イエーイ。息をする心。